上田温泉電気でロ300系電気機関車は、上田温泉電気が1928年に申請した電気機関車である。後年、名古屋鉄道に渡りでき500型と解消、さらに、学南鉄道へ譲渡されて ED50 型と再び解消された。上田温泉電気が、同社北東線の貨物運輸営業開始に際して、川崎造船所において申請した。 自長40トン級の同軸を4軸備える D 型電気である。1928年2月28日にデロ3 0 0 k 3 0 1の一両が竣工した。車体の前後に前方へ張り出した機械室を備える、いわゆる突形車体の電気機関車であるが、前後のボンネットの張り出しは、 一般的な突系電気機関車と比較して小さく、主要機器の大半は車体側へ搭載され、箱型に近い車体形状となっている。この設計は設計、製造元である川崎造船所における40トン級、電気機関車の標準的形態であり、同様の設計を備えるものに、小田原急行鉄道が発注した1系電気機関車。 武蔵野鉄道が発注した、出来カ20系電気機関車の2系式が存在する。制御装置は、電空単位スイッチ式の間接非自動制御で、主電動機は、川崎造船所の電気部門が製造した、K7 から 1503C を1両あたり4機、歯車比 4.2EQ で搭載した。定格速度は、時速 24.0km、定格牽引力は6640。 キログラムホースである。その他、勾配線区である、北東線における運用を考慮し、発電ブレーキを搭載した。北東線は1927年11月20日に、上大瀬山間の運輸営業を開始したが、旅客のみの運輸営業であった。1928年1月10日に、伊勢山、元原間の旅客運輸営業を開始したが、 同日上大生参間の貨物運輸営業を開始した。デロ300型はそれから2ヶ月弱遅れた1928年2月28日に竣行し貨物列車に重当された。しかし北東線の貨物輸送需要に対してデロ300型は自重出力とも課題であったことから一時期の小田原急行鉄道への貸し出しを経て1940年3月20日付の 届け出で廃車された。廃車後は、名古屋鉄道が購入し、出来500系501と、形式称号、記号番号を改めて、主に東武線において、貨物列車県運用に充当された。名鉄では、最強の機関車であったが、同社においては一機の制動弁を、切り替えコックで、単弁相当、または貫通制動弁相当に切り替える、電気機関車が標準である中、 関弁と貫通制動弁の二つの制動弁を備えた出来500型は操作性の相違などから乗務員には不評で、後日の学難鉄道への譲渡の原因になったと言われている。また発電ブレーキも名鉄在籍時に撤去されている。あとに学難鉄道が同社路線の河川電圧を従来の6 0 0ボルトから1 5 0 0ボルトに昇圧した際、 小圧改造が不可能であった従来車の代替を目的として1969年9月に本形式を名古屋鉄道より借り入れ、翌1970年3月16日付認可で正式に譲渡を受けた。学南鉄道への入籍に際しては ED50 系 ED501 と解消、改版されたが、車体表記は名鉄在籍当時の501のまま変わらず、 名鉄独特のローマン自体による表記もそのままとされた。学南鉄道上と後は同社が保有する電気機関車中で本形式は最も牽引力が強力であることから主に入れ替え作業に充当され、通常は避難機に常駐し、日本大昭和板上神吉長工場を発着する貨物列車の入れ替え作業や学南原田駅への区間貨物列車に従事していた。 2013年に鉄道事業の遺憾に伴い、学南電車へ引き継がれた後、2014年4月時点では、学南富士岡駅構内に留置されていたが、2015年3月31日付で、廃車された。廃車後は、学南富士岡駅構内に留置された後、2021年8月21日に、同駅構内に開業する、学鉄機関車広場にて展示される予定である。 名鉄的500系電気機関車に関するカテゴリー、学南鉄道 ED50 系電気機関車に関するカテゴリー。ありがとうございます。